はい、お疲れ様です。金券ショップ持って行きまして、換金率をちょっと聞いてみたんですよ。で、だいたい旧掛けで買うそうなんで、1万円分のチケットを持っていくと9000円になるっていう形でございます。で、販売が 97% 3% 引きってことなんで、あのショップの利ざやがだいたい 7% ってことですかね。もちろんチケットによってはそのパーセンテージ変わりますんで一概には言えませんけども、クオカードは9割で買ってくれるみたいです。結構ね、両替手数料高いですよね。あのこの低金利時代に金券ショップは、まあ、相変わらず儲かってんだなっていうところですね。まあ、そういった仕組みをするのも大事なんですよ。で、自分が金券ショップを買い取る人間になってもいいわけですからね。例えばあの自分だったら1万円のやつはあの9500円で買い取るよって言ってあげてね。で、9500円で自分は別にこの買い物をすればいいわけですよ。現金じゃなくてもいいものに対してね。で、そのカードってのはあの郵送するときでもね、安いですからね。まあけどやらないですね、そういうことはね。あのやっぱこう一定の許可がいると思いますしね、お金に類するものを扱うんで。ちょっとその辺私よく知らないんですけども、多分あの業務としてやる分にはいろんな資格が必要なんでしょうね。本当になんか友達から買い取って、ああこれねお金みたいな感じのあのやり取りとかじゃなくて、もう事業として定期的に買い取ってその金額もそこそこいくようでしたら、どっかのね元政調会長みたいに不明不明不明じゃ許されないと思いますんでね。だからほら、港区女子っていうシリーズでも多分ね、ブランドバッグとかを例えば30万で買いましたってね、女の子にあげるじゃないですか。で、もらった女の子のその30万のバッグを例えば下取りに出すときに16万とかになってるはずなんですよ。女の子にしてみたらね、もらったものを売るんで16万丸々儲けですけども、そうやって中古で買い取った業者さんってのが16万で買い取ってまたね、あの25万とかで出すみたいなところなんですよね。まあ、だからその価値を変えずに価格を変えるものってのがあるわけですよ。で、それがまあ儲かるかなと。だいたいお金とお金を変えるのになんで手数料かかるのって話じゃないですかね。でも現実にお金とお金を交換するのに手数料っていうのがかかって、そこにはね何がしかの手間賃っていうのが存在してる。なぜなら人がいるからですよね。で、まあいろいろと見解はあると思いますけども、世の中っていうのは手数料っていうのがね最も儲かって労力の少ないビジネスだと言えます。ペーパーマージンってやつですか。だからそこにね労働とかが出てくると、これはすごく大事なことなのに労働価値っていうのは低いわけですよ。まあ業種によりますけども、大体私たちが労働によって得る対価っていうのは最も価格を安くされてるんですよね。で、昔からね、なんですかね、派遣業みたいなのあったでしょ。あれっていうのは基本的には派遣を司る人が一番儲かるわけですよ。じゃあ一人当たり1万5千円で仕事を出すから何人か集めてくれって言われてね、じゃあ10人集まってきましたって言ったら15万円分のパフォーマンスになるんですけども、じゃあ1万5000円をそのままね一人一人の労働者に渡すかって渡さないわけですよ。日当1万2000円ねとか言ってね、で中の3000円を抜いて労せずして3万円をゲットするっていうのが手数料ビジネスですから。でそれが大きくなったのが人材派遣でしょ。だからね、やっぱ手数料を取れるようなビジネスをしないといけない。その手数料っていうのは制度的法的にもらえるものと個人の裁量とか工夫でもらえるやつとかあるんですけどね。まあ、暗号通貨のね交換手数料もまあ高いですよやっぱり。なんか大きい金額やり取りするんで気づかないですけども、1回の交換作業でね数万とかっていうのポンと抜かれるわけですから、暗号通貨の交換業者さんがねいかに儲かるかってことですよね。で、儲かったお金で政府与党とかにね献金していろいろと手心加えてもらうっていう、そういった段取りですよね。はい、じゃあちょっとスーパー行ってきます。